関数電卓。関数電卓は科学、工学、数学などに関わる機能を持った電卓である。教育にもよく使われている。日本語では様々な関数の計算が可能なことからこのように呼ばれるが英語ではサイエンティフィックカルキュレーターという呼称が一般的である。欧米の高等教育分野ではグラフ電卓にとって変わられている。グラフ電卓は 関数電卓及びプログラム電卓としての機能を備え、さらに入力データなどに基づいてグラフ、関数のグラフないし等図表、チャートを描画できる。関数電卓は金融市場向けの電卓ともオーバーラップする部分がある。主なメーカーとしては、ヒューレットパッカード、テキサスインストゥルメンツ、カシオ計算機、シャープ、キャノンがある。関数電卓の出現により、 数表、いや、計算尺の初等関数の差しの機能は、主要な役割を終えた。関数電卓は、四則演算や百分率しか計算できない電卓に、比べて、多数の関数を備えている。関数の追加以外に、基本的な方式の違いとして、といった、一般の電卓と異なる点がある。逆ポーランド基法順の場合は異なる。搭載している機能は、 メーカーや機種によって異なるが、以下のような機能及び関数は、多くの関数電卓が備えている。さらに、上位機種では、以下のような機能も備えている。もともとは普通の電卓と同様に一行の表示しかできず、せいぜい10桁から12桁の表示だったが、前述のような内部方式の違い、通常の電卓は表示機の範囲内の指数しか扱わないにより、 不動小数点表示のための指数専用の桁は関数電卓の特徴的な仕様の一つである。その後複数行表示が可能なものが登場し、グラフ電卓のようにドットマトリックスディスプレイで数学記号などを字な形で表示するものが登場した。一般的な関数電卓では指数部が2桁までしか扱えないので、扱える数の範囲は絶対値が10、Google 未満の数となり、 おけ数や途中結果の絶対値が10以上となった場合、オーバーフローは、エラーとなる。また、おけ数や途中結果の絶対値が厳密な例ではないが、10未満となった場合、アンダーフローは例とみなして計算が行われ、エラーとはならない。何らかの数学関数を素早く計算したい場合に、広く使われている。例えば三角関数は数表を参照して、手計算あるいは、 機械式計算機に入力し計算していたが、関数電卓によって素早く計算できるようになった。また、天文学、物理学、科学などでは、非常に広範囲の数値を扱うことがあり、不動小数点数を扱える関数電卓が使われている。屋外での使用を想定し、防水や耐衝撃性を重視した土木エンジニア向けのモデルが存在する。 土地家屋調査士や証券アナリストなど複雑な計算を必要とする資格試験では関数電卓の持ち込みを許可していることもあるがカンニング防止のため文字入力やプログラム機能がないという制限を受けている。なお、電気主任技術者では2004年から一種と二種の試験で使用禁止となった。大学では数学の教育に使われることもある。 上述の基本的機能をすべて備えた最初の関数電卓はヒューレットパッカードの HP-9100A である。ただしワンド機マイナスニアマシトラーニックスマシトロンも後に関数電卓の機能とされ機能を一部先行して搭載していた。HP-9100 シリーズは集積回路ではなくトランジスタで構成されており個人用計算機として初めてアルゴリズムによる 三角関数の計算を実現し、逆ポーランド記法の順序による入力方法を初めて採用した電卓である。その後 HP は電卓で逆ポーランド記法順を広く採用するようになり、今でも金融向けの HP-12C やグラフ電卓の HP-4 シリーズで逆ポーランド記法順をデフォルトの入力方式として採用している。 1972年2月1日に登場した HP-35 は HP 発のポケットサイズの電卓で世界初のハンドヘルド型関数電卓である HP 製のデスクトップ型関数電卓と同様逆ポーランド規法順を採用している価格は395ドルで1975年まで販売されていたその後もや HP-50 グラムといった 関数電卓を発売している。1974年の HP-65 はプログラム電卓である。テキサスインストゥルメンツもデスクトップ型の関数電卓をいくつか発売した後、1974年1月15日にハンドヘルド型の関数電卓 SR-50 を発売した。その後も関数電卓市場で存在感を示し続け、 シリーズは教育現場で広く採用された。カシオ計算機とシャープも関数電卓の主要メーカーである。カシオの FX シリーズ最初の機種は1972年の FX-1 は学校などによく売れた。カシオはグラフ電卓市場でも活躍しており、は世界初のグラフ電卓として知られている。かつてほとんどの関数電卓は 例えば1引数の関数の場合、3.14ついで、真のように、まず引数を入力し、ついで関数のボタンを押す、という順序の入力方式が主流であった。この方式であれば、コサインの不動点を求めるときなどは、1、コサイン、コサイン、コサイン、のように連打すればよい。あとには、通常の数式通り、書式通り、 公式通りともの順序で入力する方式が現れ、数式が表示される機種から広まっていった。カシオのようにほぼすべて切り替えてしまったメーカーもある。この数式通り方式は、数式を左から書くのと同じ順序で、例えば、浸水で3.14のように操作する。これに対して、従来の方式は、標準方式などと呼ばれる。2000年代後半より、 数式自然表示という分数や開閉記号なども一般の数式における記法のように表示される方式が登場してきている。Windows の標準添付、アプリ、アクセサリーの電卓、電卓や MacOS の計算機、計算機もなくす以降は関数電卓モードを持っている。また Google 検索では関数電卓で検索するとブラウザ上で動作する。 関数電卓が現れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。